はい、どうぞ。これ前に買ったことあるな。シラフもしてるのね。はい、シラフを再び、そうそう、シラフをあれにしたものですから、湘南の名物かなんかですか。そうですね、湘南はシラフが名物で、イワシも名物ですね。結構大量にされますね。それは来年のシラフ用ですか。あ、あなたですか。あ、あなたですか。これはね、他人ですから、他人の数。今年はですね、今年も去年もそうなんですけど、畳足が非常に取りづらかったんですよ。で、9月は量が行けなかったらしいんですよ。ですから畳足の確保がですね、非常に難しいんですけども、幸い湘南地区の 2軒の漁師さんに契約しまして、おつまみしらすと畳足を確保できたんです。幸いですけど、来年も頑張りますけども、今年はそれに加えて、湘南に残っております、熊沢酒造のお酒を用意してます。名前も湘南でございます。ということで、よろしく。ありがとうございます。大丈夫ですか。最近はね、湘南県としらすだから生しらすを持ってこれないので、せめてと思ってささみいわしをご用意してます。生のものはどうしても出ない。はい、どうも。では300円お返し。300円お返し。ささみいわし300円お返し。はい、これは丸干しですね、はい、とこちらカマスですね。こちらフリーです。無料で。ありがとうございました。はい、お客さん、よーい、よーい、はい、ありがとうございました。はい、600円ちょうどあります。はい、ありがとうございます。はい、どうも。これが畳岩ですね。はい、もうお買い上げ終わり今。はい、はい、どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。気がいいですね。この方はマスコミの方で、来年のテレビで、ホームテレビで、田中幹事長、さっきから喋りまくる。褒めても、褒めても若いんですよ。湘南ボーイ。あー、なるほど。湘南ジジア。湘南ジジアっていいんですか。湘南ジジア。いい名前でしょ、湘南ジジア。湘南唯一の人、また、なかなかこれはね、神奈川県しか売ってないんですけどね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お客様、はい、どうですか。これは美味しいですよ。はい、ちょっと持つのが大変だろうけど。ねえ、いいでしょ。これを食べてこのお酒を飲めばね、湘南の香りが。じゃあ、はい、どうぞどうぞ。乗ってます。はい、ありがとうございます。どうぞ、おつまみ。なんだっけ、熊で売るの。手だね。あ、そうそうそう。この時はすごいね、みんなでもね。おとりさんの時は。安いなわけ。これはね、いいですね。これはサラダとかピザの上とか、いろいろ使えますよ。へえ。ランチです。新食用ですから召し上がってください。はいはい、いいです。いいです。はい、ありがとうございました。